この動画をゆり様に捧げます、昼夜逆の生活に なりそうだ、油断するとそうなりそうだっていうお話がコメント欄にあったんですね。で、まあ私すいません、またもうダラダラ動画で、私は医者とかじゃない、医療従事者じゃありませんって言うと、なんかかえって冷たく聞こえますよね。なんか私は関係ありませんとか、私には責任ありませんとか言ってるように聞こえるんで、ちょっとあんまり言いたくないんですけど、まあでも一言言った方がいいんですかね。まあ私は看護師とか医療従事者じゃありませんってちょっと一言言いました、すいません。で、昔20年くらい前に雑誌だかなんやらで聞いたことがあるんですけど、人間の体は、あれ、人間の頭は1日25時間だみたいなことちょっと聞いたことがあるんですよ。で、そうするとずれていくのはもう必須ですよね。で、私の知ってる人なんか多分1日30時間なんじゃないかって、まるで1日30時間あるかのように何でもテキパキこなす人っていう意味ではないですよ。こう30時間経たないと1日が終わった気がしないっていうか、こう ずれ込むわけですよね。で、週末とか金曜日の夜遅く寝る、そうすると土曜日の夜はもっと遅く寝る、で日曜日の夜はもっと遅く寝るみたいに、でそれがなんか4連休だか5連休なんやかんやでもう元に戻るみたいなんですよね。で、その人ご主人が出張、例えば1週間とか出張の時に1日目遅くなる、2日目さらに遅くなる、で最後ご主人が帰ってくる頃には元に戻ってたっていう、そういうことがあるんですよね。で、私ずっと実家暮らしだったし、で、まあ、結婚してから2人暮らしで、今は子供が1人で、まあ、3人家庭ですけども、まあ、若い頃は実家暮らしと、まあ、私就職してたんで仕事があるんで、まあかろうじてまあまあその規則正しくとかしてましたけども、今だってその家庭があるからとかアルバイトがあるから、まあまあ規則正しくやってはいますけども、もし例えば将来私の主人が出張でうちの子供が、修学旅行とかそういうのがいっぺんに起こったら、私も絶対そうなっちゃうと思うんですよね。で昼夜逆で、まあ、罪悪感とか自己嫌悪っていうのは、まあ、よくわかります、まあ、やっぱり世の中では早起きは三文の徳とか、アーリーバードスペシャルでディスカウントとかそういうのもあるんで、まあ、自己嫌悪とかわかるんですけれども、まあ、動物界なんかでは夜行性の動物っていくらでもいますよね。で、人間も今人間70億ぐらいいるんでしたっけ。で、夜行性の人がいたって言っても構わない。で、特に私なんか夏になるともう日が沈まないと頭がシャープにならない感じ、冴えてくるんですよね、夜になると頭が。で、私もちょっと人間が怖いとか人間嫌いなところがあるん で、夜になると当然人が空いてる 駅とかなんかも、で私人付き合いとか友達付き合いが、まあ、若い頃あった時は友達の家に泊まりに行く時とか、例えば夜私晩ご飯食べた後とかこう電車に乗りますよね。でも電車も反対方向ですごい空いてるし、すごい気分がいいなとか、そういうふうに思いましたよね。
で、私、まあ、今年齢49歳ですけども、で、その視聴者様のゆり様が、まあ、年代とかご職業とか、まあ、存じませんが、こういう余計なことを言っちゃっていいのかな、まあ、これ私の体験談として、これは私の体験談ですって言えばいいかな。私以前歯を白くしたいと思ってコーヒー紅茶やめてた時期があったんですよ。で、その時はもう夜も簡単に眠れるし、朝も簡単に起きれるんですよ。で、じゃあなんでそんな素晴らしい生活を手放してまたコーヒー紅茶飲むんだよってことにもなりますけど、私がコーヒー紅茶飲んでなかったのは3年間か4年間ですかね。で、その4年の間に、まあ、ダニエルが生まれて、で、ダニエルの授乳が終わった後、やっぱり子育てのストレスでまたコーヒー紅茶飲むようになっちゃったんですよ。で、まあ、コーヒー紅茶を朝 立って飲んだり歩きながら飲むとお通じがいいってことがあるんで、それでちょっとまた始めてしまったんですよね。で、確かカフェインは、イスラムでしたっけね、一晩中、夜お祈りをするから、それの助けになるためにコーヒーを飲むとか、なんかそういう意味があった、今でもあるのか分かんないですけども。で、カフェインは確かに何時間も効果が出る、まあ、だけどカフェインが効いてるってことは、まあ何ですかね、例えば薬とか、もうしょっちゅうも薬飲んでる人って、いざ風邪ひいた時風邪薬飲んでも効きが悪いとかって言いますよね。だけど、まあ、私コーヒー飲ん私あのカフェインのあるコーヒーは週末だけ飲んでるんですよ。で、平日はカフェイン抜きのコーヒーとか飲むんですけども、確かにちょっと違いはありますね。確かに週末の方が夜頭が冴えて、朝もうちょっと寝たいとかなっちゃうんで。で、あとはこれこうした方がいいですよって、そういう意味じゃないです。なんか英語のビデオでなんか聞いてもいないことをアドバイスとして与えることを「アンソリシティッドアドバイス」とかって言って、これ日本ではもう日常茶飯事にありますけど、アメリカではこういうことはなんか嫌われるみたい、お前のビジネスじゃねえだろうみたいに、何の We are Business とか言われちゃう可能性があるんで、私はまあ、人に向かってこうこうこうしたらどうですかとか、そういうことはまあ言わないんですけども、まあまあ再三申しますように、まあ、私49歳なんですね。で、私がもっと若ければ、クルーズシップで働きたいなってちょっと思ったことあったんですよ。クルーズシップっていうとプリンセスクルーズとかカーニバルクルーズとか、ロイヤルカリビアンクルーズで、まあそういうで、まあ私カリブ海クルーズとかに遊びっていうか、家族旅行で行ってきた時に、今度なんとかの島に行くんで時差が1時間早くなりますとか、そういうことがよくあったんですよね。1時間早くしますとか1時間遅くしますとか。で、まあ、カリブ海の島ってどこそこはフランス領、どこそこはイギリス領とかって、まあ多少やっぱり離れてれば時差とか、まあ、例えば明日は、フランスの島のマルティニーク島に到着するから1時間早めといてくださいとか、遅くしといてくださいとか、でもそれバルト海クルーズの時にもそういうことがあったんですよ。明日の到着は、サンクトペテルスブルグです、ロシアの。なので、1時間早めてくださいとか遅くしてくださいって、ちょっと私スマホを見て、スマホがないと何時間
どうだったかなっていうのを、ちょっと私数字に弱いんでね、まあ、スマホ見てからやってるんですけども、まあそうですね、まあそのゆり様の年代とかご職業は存じませんが、まあそのもちろんその普段の状況とかも分かんないですけども、まあ、私は、まあ、数年前頭をよぎったのは、もうちょっと私若ければクルーズシップに就職したかもしれないなってことを思い出します。はい。あ、もうクルーズシップは本当大勢の人が働いてる。で、キャビンアテンダントの日ではないですよね。もうあっちこっちで人が働いてて、で船もやっぱ大きいんでね、はい、まあ、そういうことですかね。まあ、あとは、まあ、まあ現代社会は都会とか眠らない街とかもあるでしょうし、まあ、その夜行性というか夜に強い人がありがたがられる業種とか職場とかあると思います。まあ、ゆり様の状況がなんとかって、まあ、存じませんって、教えてくださいって詰め寄ってるわけではないんですけども、まあそうですね、まあそういう夜に強い人と朝に強い人って、そういう人にが分かれれば、なんか時間差通勤とかできたらいいなとかちょっと思いますけれどもね。だってまあ全員が全員朝の何時から電車に乗ってとかなると、もうものすごい混雑になると思うんですよね。まあ日本は人口が少しずつ減ってきてるらしいですけれどもね、はい。で、あ、すいません、この背景動画は、グレープフルーツをちょっとこうやって日に当てて、こうやって日に当てれば少しは甘くなるんじゃないかなみたいなことをちょっと期待してやっております。またしてもね、ちょっともうダラダラ動画になってしまいました。では、まあ、自己嫌悪になりそうだっていうお話で、まあそうですね、まあ最近の働き方改革とかなんやらで、そういう時差を時差が必要な仕事とか あると思うんでね、まあ、私が危うく賃金踏み倒しされそうになった大阪特区の民泊の仕事も、まあ、民泊っていうと世界中から人が来るってことなんで、そうすると時差がある人は強いですけれどもね、まあ、私が働いてたところは賃金未払いも平気でするようなとこだったんで、ちょっとあんまりおすすめっていうか自慢げに語れるようなことではないんですけども、はい、まあそういうことでございます。ちょっとまたしてもダラダラ動画すいませんでした。では失礼します。